チョビヒです。今日はね、対談シリーズお送りしていきます。いつもね、募集人さんとか代理店社長さんとか、インタビューしてるんですけど、今日はですね、元保険募集人の方をですね、インタビューしていきたいと思うんですけど、業界が全然違うところに転職されたということで、その転職先がですね、なんとバチェラージャパンのですね、4代目バチェラーの高校さんの会社に転職されたということで、どういう仕事なのかとか、まあ保険業界から他業種に行って成功されてるのかどうなのかっていうところですよね。なんか華々しいからってちょっとなんか騙されて行ってるんじゃないかとか、まあちょっと調べてですね、行きたいと思いますし、バチェラーね、見ました。僕も見ましたけど、かっこいいしさ、まあ喋りも立つし、そういうところにちょっと惹かれて行ったんじゃないのって思って、もしね、ちょっと様子がおかしかったら胸ぐら掴んで保険業界にですね戻してやりたいと思いますよ。それでは行ってきます。おはようございます。おはようございます。あれ、芹沢さんは今駅着いたみたいで。あ、なるほど、まだ来てないんですよ、芹沢さん。どうぞ、よろしくお願いします。お願いします。下のあれです、代表が出してるココチっていうスウェットに、これはコウコウさんがプロデュースしてる。そうなんです、パンツですか。パンツです。まあ、上下セットアップなんですけど、今日下だけ。へえ。上は最近取得したレズミルズプログラムの T シャツです。そうなんです、ミヒュー FP 保険チャンネルです。よろしくお願いします。ありがとうございます。このチャンネルはですね、保険営業さんとか向けにですね、はいはい、発信してるチャンネルなんですけど、はい、なのでいつも代理店の社長さんとかトップセールスマンとかに出ていただいてると。今日は番外編というか、芹沢さん、もともと保険業界にいらっしゃった方ということですね。そうです。今何をやってらっしゃるんですか。今年からですね、ミラービット株式会社という、はい、ミラーデバイスを取り扱っている会社に今所属をしております。ということは今は全く違う業種ということですね。全く関係ない業種です。なんか皆さん気になるのがですねこのバラですね、はい、うちの会社のシンボルマークなんですよ。シンボルマークっていうのはどういうことなんですか。っていうのがですね、はい、ミラーフィット株式会社の代表がですね、他の有名な、はい、Amazon プライムのバチェラー4に出演をしていた、はい、こう大好きです。ありがとうございます。大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあちょっとチャラいっすよね。が経営している会社になりまして、はい、で今日は来ていただいたということで、ちょっとうわシンボルマットなるバラをご用意させていただきました。嬉しいな、すごい。高校さんがプロデュースされてらっしゃるということですね。ちょうど今の時期がバチェラー4が終わったタイミングなので、はい、すごくホットな。会いたいな。もともと業界に何年ぐらいいらっしゃったんですか、芹沢さん。業界にはですね、丸3年ぐらいですかね。この保険業界とかって退職されて、割と保険の代理店行ったりとかっていうケースが多いんですよ。全く違う業種じゃないですか、はい、なんで来られたんですかそうなりますよねそこ気になると。もともとですね、大学卒業してから、はい、1社目に就職させていただいた会社はスポーツクラブ、はい、でインストラクターとして就職をさせていただいたんです、ね、すごく楽しく働かせていただいたんですが、はい、ちょうど3年ぐらいしたタイミングですかね。身内に不幸がありまして、うん、その不幸があったタイミングでやっぱり自分の中で何かできたかなって振り返った時に何もできなかった。そのタイミングで外資系金融会社からヘッドハンティングがあったタイミングっていうのもあったので、うん、何かこの経験っていうのは、うん、自分の中で武器として、うん、より今の業界よりも広い人に役立てるんじゃないかっていうことで、そのまま保険業界に参加させていただいた。なるほど。参加というか参戦というか参戦させていただいたと。なるほど、はい、で保険業界では楽しくも辛くもあり、苦労した部分も大変多くあるんですが、私の中での使命感っていうのは、その身内に不幸っていうところを一人でも多くの方にそうなってほしくないと
少しでもこう手前で防ぐことができるように僕は与えなきゃいけないなということで3年間頑張ってやってきたんですが、ただこの使命感っていうのはふと思った時にもちろん大事なことではあるんですが、じゃあ自分がやりたいこととこの使命感っていうのがイコールかなっていうのを考えた時に、自分がやりたいことってもう少しあるかもしれない、そういったタイミングの時にちょうど昨年ですね、今のミラフィット株式会社っていうところにご縁がありまして出会うことができまして、ここの会社ではですね、ミラーを使ってフィットネスを提供したりとか、ゆくゆくは日本にあるもう世界にある鏡をミラーフィットにして、よりその空間価値の向上だったりとか生活の質を上げようっていうところで営業もしていくし開発もしていくよっていうところで、僕が1社目でしたフィットネス経験も、2社目でした外資系金融の保険業界の経験もどっちも活かせてこの会社で活動できるなと思ったので、ちょっと思い切って今年チャレンジさせていただいたっていう次第ですね。結構この業界ってもうどっぷり使っちゃうと他の業界行けない説があるじゃないですか。なんかそう言われてる、そういう説がもう血肉がもうそっちに染まっちゃう、どうなんですか実際。僕多分日本一保険業界辞めて楽しんでる人だと思う。え、マジっすか。違う業界に。そうなんですね。ごめんなさい、皆さん。そうですね。そうなんですか。やっぱりまだまだベンチャー企業ではあるので、これからのこう発展とかっていうところですごくワクワクさせてもらいながら今活動をさせてもらってます。いや素晴らしいですよ。てっきりちょっと業界を辞めた人の取材だったんでザ・ノンフィクションちょっと暗い感じの描写になるかなって思ってたんですけど、めちゃくちゃ爽やかな感じで来られたんで、なんかちょっと拍子抜けじゃないですか。失礼ながらだいぶ楽しませてもらってます。ちょっと思ったのとちょっと違う、なんかキラキラしてるなっていう感じですごい羨ましいです。嫉妬しますね。バチェラーの元で働いてちょっとなんか騙されてるんじゃないかな、最初来る前疑ってたんですけど、芹沢さんもしかしたらそのブランドに押されて入っちゃったんじゃないかな。あ、まあ、ミーハーな部分もあるバチェラーってどういう人なんですか。実際そう会ってらっしゃるんですよね。はいはい、あ、そうですね。高校さん代表はですね、まあ、一言で言いますと頭がいいです。わかるわ。もう喋っててすごい賢い人だなって思いますもんね。そうですね。おそらくね、中には見られてる方もいるので見てます。なんかこう感じられてる方も多くいるかとは思うんですが、やっぱりこう物事を考えてる視点がこう普通の人とは違うと言いますか、いい意味で、なのでやっぱり会話がこう普通に話しててもどんどんこう未来に向かって進んでいくので、やっぱりそれはすごく感じますね。一緒にお話してて、それもありやっぱ楽しいって思わせていただける会社なのかなと思ってますね。完璧な人間なんですね。欠点ないんですか。そうそう、中身と見た目が取り柄、逆にそれしか取り柄がないって本人は言ってますので。いや、それだとあと何かいます人間って。ないです。限りなくバロメーターが丸に近いって本人も言ってますからね。いや言ってみたいマジで。この後ミラーフィットを、はい、ぜひ体験させていただければと思いますので。使ってください。ミラーフィットっていうのは全身鏡型のミラーデバイスになってまして、電源がついてない状況であればもうこうただの鏡です。本当だ、はい、なので結構このサイズの鏡ってお家になかったりするので、ないですよ、ね、意外とこう一つあっても全然お部屋の邪魔にならない、インテリアとしても。実はここにボタンがついてまして、それをちょっと押していただいてもいいですか。これですね。はい、あ、なんかミラーフィットタッチするだけです。おお、するとこういう感じで、はい、画面が出てきます。基本的にこれがホーム画面なんですが、真ん中のこのロゴマーク、これを押していただくといわゆるフィットネスアプリが起動します。いいですか。はい、押してみてください。するとですね、こういった感じでいろんなジャンルのメニューが出てきまして、はい、いわゆるこの画面っていうのは特集ページっていうところで、今ミラーフィットを使っているユーザーさんの人気なクラスがこう一通り出てくるようなイメージです。で、下にタブがいくつかありまして、このレッスンっていうボタンを押すとですね、いろいろこうやってカテゴリーが、高校さんじゃないですかこれ。そうです、これはうちの代表です。モデルもできちゃうんだ。こういう感じでいろいろ出てきます。で、カテゴリーはですね、レズミルズプログラムから始まりまして、ちょっと待ってください。レズミズル、レズミルズプログラム。
急になんかよくわかんない単語の横文字が出てきましたねあのニュージーランド発祥の世界的に大人気なクラスですね。あ、まあ、ボクササイズだったりとかヨガだったりいろんなクラスが中に入ってます。でそれ以外にもヨガのカテゴリーだったりとかマッスルトレーニング、簡単に言うと筋トレですね、うんうんうん、から始まって保険業界大好きなゴルフ、わコンテンツ何個もあります。何ですかゴルフ。そうなんです。ゴルフはですねもうプロの方がですねこのスイングの仕方とか一からこの鏡で指導してくれますので、はい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 、それこそゴルフの前にちょっと練習ということで鏡に反射した自分を見ながら自分のスイング練習ができるというのがゴルフコンテンツですね。めっちゃいいじゃないですか。はい、じゃあちょっとやっていきましょうか。はい、実際にがっつりやってもらって大丈夫ですか。僕もバーピーめちゃくちゃやってるんで。あ、本当ですか。もう2万回ぐらいやってますから。あー、OK です。じゃあですね、もうこのレズミルズプログラム結構一番と言っていいほどきついやつ。マジっすか。よし、行きましょうか。はい、余裕でしょ、言うてもバーピー2万回それもやるんですか。皆さんこんにちは、レズミルズインストラクターの佐藤舞です。今からやるのはレズミズプログラムのヒットトレーニングのグリッド35番をやっていきます。よろしくお願いします。ではスタートしていきます。よろしくお願いします。 OK、 まずはそのままリラックス、動けるフローを確保、そしてお水の準備、タオルの準備をお願いします。まずは足は腰幅よりも広く、その場でスクワット、膝つま先を外に向け、お尻を終了になります。どうでしたでしょうか。いや、ありがとうございました。いいですね、これ。今やって10分ぐらいしかやってないんですよね。はい、6分ですね。6分。今6分しかやってないですか。6分しかやってない。いや、めっちゃいい運動になりましたね。これを継続していただいて。なるほど。これ毎日やるといいですね。そうですね。まあ2日に1回、最低でも2日に1回ぐらいやっていただくと。はいはいはい。より体力がつくので、なるほど、車いらずで移動できます。あ、まあ、体力つくっていうことはメンタルもね落ち着いて、さらに営業に役立つということも役立ちます。お客さんと会った時にピカピカ光るようになりますから。じゃあこれ買えば数字上がるっていうことでいいんですか。あ、もうあの COT いけます。もういけますよ。今まで MD も入れなかった人がもう一気に一気に一気にも COT から。すごいな、はい、ちなみにでも高いですよね。思うじゃん、はい、高いと思うんですけど、実はですねこちら、まあ、通常だとですね、うん、本体代が149,800円に税が入ります。なので、16万1,000円ですね。16万、はい、そうです。最初入会配送料が別途かかるんですが、うん、はい、それが個人の方であると3万円。ほうほうほう。で今回のこのオンラインフィットネスをまあ毎月利用されるということであれば、うん、サブスク代として毎月5,980円、なるほど、はい、がかかりまして、はいはいはい、ただ、はい、今実は幕開けクラウドファンディングをしておりまして、はいはいはい、その価格よりだいぶお安く、はい、なるんですか。はい、提供させていただいてますので、はい、幕開けから買うと幕開けサイトから買っていただくと、そうなんですか、はい、今言った価格よりもだいぶお安くご提供させていただいているので4月末までやってますので、はいはいはい、ぜひチェックしてみてください。保険業界もねすぐに金額言わないですからね。感情の高ぶりを持ったままホームページにクリッククリックしていただければ。これ定価だとまあまあするというか、うん、MDRT 以上ぐらいじゃないと買えないですね。そうですねCOT になりますからね、はい、あ、確かに。そしたらめっちゃ安いですね、はい、その投資という意味では。自己投資です、ね、はい。